タツノコプロ55周年記念作品、衝撃の格闘アクションヒーロー復活。70年代一世を風靡したカンフーブームを大胆に取り入れ、熱狂的な人気を得たアニメハリケンポリマー。世界を代表するアクション映画監督坂本浩一は一体どのようにしてこの現代によみがえらせたのか。原作のアニメをそのまま、実写化するというのは、かなりこう難易度が高く、その当時原作を見ていた方々、それから新しくポリマーという作品を見る方々、両方にとって楽しめる作品とは何かというところを意識しながら、今回 の、 その実写映画化の時の企画は考えましたね。独創的なリアルアクション。もともとそのハリケーンポリマーといって、その拳法を使って戦うヒーローなんですけども、原作の時はなかなかそのこの拳法は何ぞやっていうところに対しての設定はそこまでなかったんですね。なので、今回その僕もともとアクション出身なので、そこをちょっと深く掘り下げて、原作にない点というところでそのハリケーン流っていう流派、それからハリケーン流っていう拳法っていうのを深く掘り下げたいなと思って、そこが新しく加えた要素でもあり、今回追求しているところでもありますね。ハリケーン流っていうのが実在する拳法ではないので、ボクシング の、 ミット打ちをやったりだとか、あと裏剣を練習しましたね。だから今はこうやっちゃって、こう入ってたって、はい、腰がちょっと出す感じで。魅力的なキャスティング。動きだけではなくて、その役を通して鎧武っていう人間だったらこういう方がイメージなんじゃないかっていうことは話させていただきましたね。早速明日から動いてもらう、車君のパートナーとして。バディモノみたいな感じにできたらいいなっていうのが、みんなの意見であったので、それからそれでたけしみたいなワールドな探偵と、新米刑事 の、 そのこう真面目な顔が一緒にこう行動していって、そのこう両極端の2人が一緒に行動することによってパートナーになっていくっていう過程を、描く成長物語でもある。そしたら本当案の定ですね、2人がすごいこう仲いいというか、いいコンビでいい感じに本当に先輩後輩みたいな感じの雰囲気を、撮影中 の、 オフの時でも出していて、これはそのいい化学反応かなっていうのはちょっとありますね。坂本さんが女の子を撮るのが好きだから女の子のカットにはすげえ力入ってんなと思いましたね。丈一くん、あもう本当いつまで経っても硬いんだから。え、ちょっと待って。ひらめいた。幼き頃、皆が持っていた正義の心、誰もが憧れた正義のヒーロー。この世に悪のある限り、正義の怒りが俺を呼ぶ。今時を経て、ハリケーンポリマーの怒りとともに、あなたの正義が呼び起こされる。ハリケーンポリマー。5月13日ロードショー。